今日は10月1日ということで、結婚記念日なんですよ。9年目の今回は、なんか美味しいレストラン行こうかなと思ったけど、やっぱりこの人の料理が一番かなと思って、良一くんに出張で我が家でディナーをしたいと思います。まあこんな感じでテーブルセッティングをして、良一くんが来るのを待ってます。でね、子供たちは多分食べないと思うから、コース料理とか。ここでたこ焼きを焼きます。そんな感じで、今日は結婚記念日ディナー楽しみでいきたいと思います。じゃあね。夕日があそこから見えてる。スタビライザーを壊れちゃったんで買ったんですよ。どうですかね、手ぶれ。ナイトプールすんの今日？わかんない。ハロウィンにみんな呼ぼうね。ミントを全部抜かれちゃいました。なんかしんないけど、こんばんは、よろしくお願いします。もう撮ってますよ。なんかすごいです。一応ほら、良一くんのディナーだから、はい、セッティングしときました。ありがとうございます。これお皿なんで使ってください。あ、はい、ありがとうございます。適当に、はい、うちのこれで全部？そうよ。ここはパウダーとかってありますか？ありますよ、もちろん。じゃあ後で。はい、ティラミス？いや、ティラミスじゃない。あ、じゃないんだ、はい、何かな、今日は。お品書きは？お品書きはちょっと変更があるんです。うんうんうん、ごめんなさい、めっちゃ汚いですけど、はい、すごい。最初これオイルサーディンです。うんうん、オイルサーディン。オイルサーディンって、はい、で次がブラータチーズのサラダです。わあ。その次がネギのスープ。うん。でこれロブスターの予定やったんですけど、うん、エビのパスタになります。はいはいはい、全然で魚のソテー、うん、牛肉、うん、あとデザートですね。コーヒー。すごい、何品？1、2、3、4、5、6、7、7です。7品のコースですよ。ゴージャス。嬉しい？嬉しい！っていうか、おめでとうございますなんですけど。ありがとうございます。ちょっと、あれですか？ポチャったよね。ポチャった？いやいやいや。この二の腕どうした？いや、二の腕ね、ちょっとなんか入れた？いやいやいや、注入した？プチ整形で。シリコンみたいなやつ。いや、幸せ太りってやつですよ、やっぱり。そうそう。幸せですか？いや、もう一人でも大幸せですよ。ね、幸せだよね。YouTuber 解禁してるんですね。食べきれなかったら、久美子さんが食べるから大丈夫なんじゃないですかって言ってたよ。いや、もうありがとうございます。料理さんの料理を残す人がいるとは思えないね。え、初めてじゃなくて、前ラーメン。そうそう、ラーメン会ね。うん、ね。はい、どうぞ適当にお願いします。イエーイ、楽しみ。久美ちゃんが買ってきてくれたノンアルコールのシャンパンですよ。乾杯。はい、おめでとう。自分で言っちゃって、自分で言っちゃって。私はいいよ。私はお酒飲まないから。あ、じゃあノンアルコールスパークリングワインみんなでいただきましょう。びっくりしたよ。
Thank you. ありがとう。おめでとうございます。はい、乾杯しましょう。おめでとうございます。ありがとう。なんかね、おめでとう続きでごめんなさいね。今日で終わりだよ。乾杯。おいしい。あ、これ片口いわし。おいしそう。さっきの。いいな。すごい。これは何？オイル、さっきのオイルサーディーンとジャガイモのポテトサラダですね。うわポテトサラダ。すごいね。オッシャーになるんだね。ポテトサラダにイチゴとトマト。イチゴ。へえ。いいね、いいね。フランスパンとカタクチイワシのバーニャカウダ。おいしい。おいしい。よかったね。はいはい、一品目ですよ。座ってていいんですか。いいんですいいんです。はいはいはい、これこれ。いちごパン。アミューズ。フレッシュモッツァレラです。ブランダチーズです。ブランダチーズ、おいしい。エプロンしたらどうですか、持ってきたのに。テンパってる、テンパってる。ねえ、おいしそう。ジュワってなるんだよ、このチーズ。ジュワって、ジュワって、なんか溶けるの、みずみずしいの。ちょっとキッチン綺麗にしとけばよかったな、もうちょっと。すごいですね。じゃあ今日はどこ行かれちゃった。オイルサーディンとポテトサラダ、なんかいちごとトマト添え。あ、サラダ。次ラタトゥーユとラッタチーズのサラダ。おいしそう。すごいね、りょういちくん大変だね。もう結婚式オープンになったからさ、ね、明日だから忙しくなるね、これからね。ようやく良かったね、もう貯金がゼロになる前に。もうギリギリじゃないですか、ギリ。よかった、よかった、一桁免れて。よかった、ありがとう。それは何のソース？これはバジルクーリー。わあ、美味しそう。いいね、こうやって家で作ってもらうと工程も見れるからいいね。見れたところで作れないんですけど。でもほら、盗めるじゃん。マミさんだからですよ。そうするのねみたいな。ラッフルズのすごい美味しかったよね。あそこフランス人シェフです。そう。すごい美味しかった、全部。なんかでも変わった味付けだったよ。なんかリゾットが酸っぱかったり、うん、結構面白い感じだった。アッサムマニス。そう、アッサムマニス。はい、次は。はい、2品目ですよ。はい、これは。ラタトゥイユと、ブラータチーズ。あと豚の、のサラダ、サラダです。わー、美味しそう。クロワッサンと、え、クロワッサン、あー、あ、ゆうちくんのクロワッサンやん。超美味しい。これバリデリでね、え、デリバリ、デリバリ。いつもバリデリってじゃん。デリバリで買ってる。これ固めのハードパン、ハードパン、うん、へー、美味しい。美味しいよね。ネギのポタージュだって。ネギ、うん、美味しそう。お待たせ、お待たせってか待ってたよ。遅かったよ。渡したものが。何何？ありまして。何？トリさんとマリさんで。え？何何？女の子か男の子が帰ってて、みんな知らないけど、いろんなファミリーは知らないけど、ケーキを作ってほしい。え？え、私だけが知るの？性別。やばい。大きくなった。はい、大きくできました。ちょ
った。私だけ性別知れるんだって。あ、そうなんだ。やばくない？ちょっと。何でも教えてください。ということで、ちょっとこの性別の。ちょっと、いいの？私が一番最初でいいの？嬉しい。じゃあちょっと、神戸家のセカンドベイビーの性別を今からちょっと見たいと思います。見て、嘘、本当に、いけないの？今見る？見ちゃダメ。じゃあ、あのケーキ作るとき、いつベイビーシャワー、いつでもいいけど、いつでもいい、まゆさんだけじゃ見とき、あ、じゃあちょっと、ちょっとすいませんね、皆さんで、私もサプライズ知りたいから、できる？やけどしないようにね。はい。他もデイリーボーイです。うわー、何ですかこれは。伊勢エビだったのが普通のエビになったっていう例のやつですね。でも超美味しそう。やばー。もういつ痩せたらいいんだろうか。はい、パスタが来ますよ。皆さん、パスタが来ますよ。すごーい。超美味しそう。Thank you。やばいね。はい。これ、何の？エビのパスタ。クリームパスタ。一番好きなやつだ。美味しい。はい。はい。はいはいはい。次はお魚料理。うーん、これは何魚？これバラムンギ。え？バラムンギ。バラムンギ？それは何？バリの？オーストラリアとか結構多いですかね。白身。はい、白身。これは？マッシュルームソース。あー、マッシュルームソース。美味しそう。焼けた？焦げた？なんで？めっちゃ美味しいよ。美味しい？味は美味しいよね。めっちゃ美味しい。美味しいですか？美味しいね。美味しいですか？無理やり言わせてる。圧力で。美味しいです。マッシュルームソース。え、これマーマレードなの？これね、うん、美味しそう。いただきます。大変大変。これ何肉っていうの？トマホーク。トマホーク、はい、すごいね。すごい、重そう。美味しそう。これで 1.2kg ぐらい。 1.2kg、はい、これ夢のチャレンジが。夢のこれ1個食い。ねえ、これえ、でも食べれる。食べれるんじゃないかな。え、すごいね。だって、もういろいろ食べました。今日は、あ、じゃあ私のお誕生日の時。あ、そう、お誕生日の時やってもらえばいいやん。ねえ。そうだそうだ、そうした。ちなみにいつ？11月です。あ、来月なんですね。ケーキはね、私が作ったよね。え、もうそんな夢の。ケーキはロールケーキ1本切れだよ。はい。
やばいじゃん。すごい。断面によだれが出ちゃった。何これ。ちょうどうわー、オグちゃんが好きなとこだそれ。ブラミー、うわーすごいね。あー最後ですね、メインの。はい、皆さんメイン来ますよ。メインお肉です。こちらにじゃらーん。でこれラフルズでほら低温調理のステーキ出てきたやん、あれと一緒なんかね。ねえ、これですよ。スローローストスロー、なんていうのあれ、スロークックのステーキです。これはデザート。はい、デザートです。何ですか。コーヒーのブランマンジェとホワイトチョコレートのコーヒーゼリーです。おいしそう。コーヒー尽くし。なんで白いの？コーヒーなの？コーヒー豆を牛乳につけて香りだけ移した。うん、そんな技、そんな技したことない。出た出た。まゆみさん、まゆみさん出た。いいよいいよ。食べたよ。いただきます。なぜかこう。おいしい。やばい。スーパーミルキーのコーヒー。へえ、うん。そんなコーヒー豆を牛乳につけるってしたことない。それはコーヒーゼリー。これコーヒーゼリー。へえ。エスプレッソから作った。すごいね。手が込んで。すごい。そう。これコーンスターチでやるの？これはいや、これゼラチン使ってますよ。あ、ゼラチンでやるんだ。へえ。ゼラチンってさ、はい、アガーアガー使ってんの？え、もう普通のゼラチン。アガーはもっと固くなるんで、うん、アガーはあのベジタリアンとかの時はアガー使う。なるほど。こっちで仕入れてる？アガーこっちで入れてますよ。ゼラチン、ゼラチン。あ、ゼラチンこっちで入れてます。ある板ゼラチンじゃないやつ。あ、でも板ゼラチンです。やっぱ板ゼラチンしかないよね。このゼラチンは見たことない。そうだよね。ゼラチンがね、買えないんだよね、パパイヤでもね。そうですね、あんまないないの。だからアガアガするしかないっていう。それも美味しそうだね。なんだっけ、ホワイトチョコの、もういつ痩せるんだろうか、私たちは。うん、本当に。マヨさん言うても何も別に。いやいや、でも超太ったよ。あ、出た出た出た。出た出た。何ですか。甘い。濃厚。濃厚。やばい。アイスもあんの？やばいじゃんこれ。何のアイス？バナナです。出たーねこれ。8人ぐらいが限界だね。そう。一気に作るのね。お皿も。皿の限界も。のメレンゲです。ああバンブーバンブー、うん、バンブー、バンブーチャコール、うんうん、デザートタイムですよ。はい、ぎっくり腰の方いますよ。ぎっくり腰ね。すごーい。はい、チーここの栄養のためにここの栄養のためにお手伝いしたもんね。もうクショクショクショです。逆ゼリーじゃないから本当に逆ゼリーじゃないから。ちょっと美味しそう。
だっけ、洋梨と洋梨とキャラメル、絶対美味しい。皆さん痩せる暇がないですよ。素敵、ありがとう。私大きめでいけるよ。あ、じゃあ全然大体4分の1で、はい、4分の1の計で洋梨とキャラメル、うわーすごい。あ、中に洋梨が入ってんだ。すごいね。え、いいんですか、あれ。はい、大丈夫です。食べるよ。ありがとうございます。美味しい、洋酒が効いてるね。そうそうですね、ちょっと大人のケーキですね、これは。美味しい。ちょっとモンブランっぽい風味がする。そうですね。これはコーヒーが飲みたい。あ、確かにそうです。Thank you.